ジュリドゥ奏者スマイルです、今日もねディジュリドゥワンポイント講座やってみましょう。前回ディジュリドゥのワンポイント講座でディキディキディドゥバーってやったんですけど、でそれをやってくれて練習してくれてもしできちゃったっていう人をしたらちょっとハードル上げちゃいますよ。どうハードル上げるかっていうと、ディキディキディドゥバーって前回ねやったんですけど、これをディキ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 増やしちゃう。もうじゃあどんなフレーズになるかっていうと、ディキ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 ディドゥーワーっていう感じなんですよ。じゃあちょっとジジュリドゥでやってみますね。こんな感じ。口のトレーニングもなるしフレーズとしてもね使えるから、ぜひねやってみてほしいんですけど、じゃあスローモーションで、ディキ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 ディドゥーワー、ディキ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 ディドゥーワー、ディギディギはタンギングでディギディギっていうだけで、で最後のディドゥは基本音で、最後は和は和サウンド、循環呼吸もね和の音からできるんで、ちょっとね本編のね上達講座ぜひね参考にしてほしいんですけど、じゃあもしできたっていう人ね、このスピードでちょっとやってみてください。いきますよ。かなりディキ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 言ってね、頭の中ちょっとねもうディキ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 、はい、もうねぜひねディキディキディドゥバーができた人はディキディキを増やしてねちょっとトライしてみてください。はい、バイバーイ。